完璧な犯罪計画だろう。ええ、とうとう来たんですね。私たちの力で一旗あげる時が。なんだかワクワクしてきたよ。俺たち特異能力者を異物として排除しバカにしてきた連中全員見返してやろうぜ。なんだよ、そっちにいたのか。もう終わっちまったぞ、顔合わせ。え？しょうがねえな。また最初から説明するぞ。いいか、まずはこの俺、炎上が火の力で鍵を溶かし、次に私ブルットがコールドブレスで警備員を凍らせ、そして僕ケモニールが動物たちを操りお宝を運ばせる。誰なんだお前は。俺は埼玉ヒーローをやってる者だ。話がよく飲み込めないんだけど。弱そうとはいえヒーロー、腕試しにはちょうどいいですね。ハイパービッグバンバースト。おい、次は私の番です。コールドブレスザ・ファイナルタイフーン。仕上げは僕だよ。クライングバードクリティカルアタック。でもこれならどうだ、最終奥義ミラクルハイパービッグバンバースト。わはコールドブレスザファイナル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 。てかビッグバンバースト、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 ビッグバンバースト。あっちゃ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 。ここは僕がクライングバードブローインザウィンド。俺たちの羽ばたきで火を。もっと強い風は起こせねえのか。僕が操れるのは小鳥と小動物だけなんだよ。おいおい大丈夫か。分かってるよ、僕らの能力がしょぼいことぐらい。おい、ケモニール。だってそうでしょ、同じ得意能力者でも能力を生かして格闘家になったり仕事につなげてるやつだっているじゃないか。それに比べて僕らの能力は。それでもいいじゃないですか、うん、私たちだって能力者なんですよ。そこそこですが。何もできないよりマシだよな。そこそこだけど。みんな誓ったろう、みんなで一旗あげて見返そうって。そうですよ。だね、僕らそこそこの能力者だもんね。待てよ、まさかお前らヒーローになりたいのか。あ、もしかして俺のファンか。いえ、それは違います。うんうん、じゃあなんだ、自慢か。え、特殊能力でこんなことできるんだぜって自慢か、俺に対する。いや、そういうわけじゃ。そもそもあんたのこと知らねえしなあ。うん、きっとマイナーなヒーローなんでしょ。失礼ですが、あなたのお名前は。お前ら、なんだこれ。わかりません。緊急避難警報、緊急避難警戒してください。この下にいるのか。危険生物だと。まずいよ、早く逃げないと。なんなんだこりゃ。地面が。私は海中土ミミズだ。土を見ればすぐにコンクリで舗装し、下水道や地下鉄を通し土を支配したがる人間ども。この土を操る能力を使った。すごい能力だ、私たちのとは比べ物にならない。ははっはっは、思い知るがいい、人間がいかに無力かということをな。なに、埼玉先生。おお、ジェノス。この付近で危険生物が発生したようですが。ああ、
それならさっき。あ、大丈夫です。大体わかりましたので。あ、そう。いや、歩いてたら急にうんこしたくなってさ。大丈夫でしたか？でもさ、もう限界だ、もう出ると思っても。助かったのか？どうやらそうみたいだね。見てください、あれは確か S 級ヒーローの鬼サイボーグジェノス。見てこれ、この地割れ。彼が仕留めたんですね。さすがジェノスだ。なんだお前たちは。ヒーロー、そう、ヒーローになりたくてな。そうです、そうです。それで尊敬するヒーローの方に私たちの能力を見てもらおうと。ねえ、そうそう、尊敬する埼玉先生にね。お前ら、なんだ、やっぱり俺のファンじゃねえか。先生、その手の輩に甘い顔をしてはいけません。そのうち図に乗って弟子になりたいだの、一緒に住みたいだの言い出すに決まってます。あ、お前が言うと説得力あるな。ですよね。残念だな。じゃあ俺たちはこれで。さようなら。ちょっと待て、お前らその実力のままじゃ危ねえだろ。すぐにやられちまうぞ、たとえヒーローになれたとしてもな。そのために基礎体力はつけねえとな。あと、せっかく特殊能力あるんだからさ、やっぱ限界まで鍛え込まねえとな。限界つがです、先生。よし、じゃあ始めるか。え？始めるって何を？決まってるだろ、トレーニングだよ。出したー！腹筋！腕立て伏せ！全員いつの間にヒーロー試験受けることになってるの？わからねえ、怖え。目立とうとしたのが間違いだったんです。地道に生きていきましょう。このまま簡単に弟子になれると思うなよ。よし、次スカット。もう帰りてえ。危なかった、奴のパンチがすごすぎたおかげで命拾いするとはな。やはり自然界は私の味方なのだ。これは人間を滅ぼせという土からの、いや地球からのメッセージ。